はい、どうも、皆さん、こんにちは。ここ最近ですね、めちゃくちゃ忙しくて、クラクラ触れていなかったんですけども、久しぶりにインしてね、ちょっとがっつり、触れるかなと思って、触ってインしてみたらですね、なんとびっくり、記念障害物的な、はい、期間限定障害物的なもんが、急にやってきたんで、今回はね、来月、ロイちゃんの新年装備とかもね、出てくるんじゃないかなって思ってますんで、今回そちらをお送りしていこうと思います。ガガちゃんのー、ケースケ結局のー、ケースケです。ポーンということで、はい、こちら、ボールのようなものですね。皆さん、生えてますかね？びっくりした。なんもさ、今、こういう、ボール的なイベントやってきてないじゃないですか。なのに、急にやってきたんですよ。で、ちょっとね、なんだと思って、公式さんのね、ツイッター、確認したら、はい、ボールのようなもの、みたいな、ツイートされてまして、これ、意味深ですよね。クラクラって、何の予告もなしに、なんか急にやってくるときって、なんか、でっかいこと、やってきたり、するんですよ。例えばなんですけど、はい、こちらですね、懐かしい。2022年のクラクラ10周年の時に、クランゲームがいつも始まる時、クランゲームある場所に、なんかゲーセンのさ、ゲーム機みたいなのが急に出てきた時があったんですよ。これね、ここでミニゲームとかできたりしたんですよ。で、まあ、10周年なんかでっかいイベントやってきたりとかしたんですけど、そういうことがありますんで、来月とかにはなんかでっかいイベントやってくるんじゃないかなって思います。で、そこで、ロイちゃんのね、装備的なもん、やってくるんじゃないかなと思いますね。今回はね、そちら考察の方、やっていこうと思います。なので、カカ動画ほぼ毎日投稿してやりますんで、まっちゃんね、登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、今年の目標は登録者11万人なので、ぜひとも、まっちゃんね、登録されていない方、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。というかで、早速、次の新イベントに関するね、考察やっていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。さあ、まずはね、ロイちゃんの、心霊装備やってくる可能性があるって、なんで思ってるかっていうと、まあ、簡単ですよね。今、ババキン、そして2月にアチャクイのフローズンアロー、3月にウォーデンのファイアーボールやってきました。で、残すは、ロイちゃんの、はい、レア装備がまだやってきてないんで、次やってくるとしたらもう間違いなく、ロイちゃんの新レア装備なんじゃねえかなと、はい、皆さん、簡単に考察ができると思います。で、実はね、公式さん言ってたんですけれども、4月ね、多分ね、ロイちゃんの新レア装備出す予定だったと思うんですよ。思うんですけれども、本部公式とか明言されてたんですけども、多数のプレイヤーのユーザーの、はい、要望によって、なんか装備ではなんか鉱石、メダル、たくさん稼げるようにするよ、みたいな感じで、今月、ロケットバルーンのイベントだったじゃないですか。はい、多分俺の予想だよね、4月にもう出しちゃって、出しちゃう予定だったと思うんですけど、要望が多かったんで、出しすぎも良くないと思って、はい、ロイちゃんの、はい、レア装備に、渡さずにね、なんか鉱石を稼ぎやすいようにしたんじゃないかなって思ってます。で、そちらはね、公式さんがね、はい、なんか、最近ね、公式動画、Q&A 動画ね、出してて、明言されてますね。ちょっとそちらの方、映像一緒に見ていきましょうか。はい、それではね、先日行われた公式さんの、Q&A 動画の方、からね、抜粋して、ちょっと見ていこうと思います。まあ、字幕の方を見ていきながら、俺が解説していった方がいいですかね。うん。新しいイベントも、開催するし、まあ、合戦メダルも、にも鉱石出していくよ、みたいな。まあ、これは、この間アップデート前の、はい、撮ったんですかね。っていう感じで、どんどんね、鉱石の方を、はい、稼ぎやすくしていくよと。で、プレイヤーの、はい、アップグレード状況をね、しっかりと、うん、チェックしていきます。プレイヤーの奥は装備どこまでアップグレードしているのか、カンストまでどれぐらいかかるのか、プレイヤーが取り残されるような状況はですね、やっぱり公式さんの望むものではないと避けたいと思ってますね。しっかりと明言してくれてるんですよ。嬉しいです。はい、誰もカンストできないようであれば、鉱石の入手方法を増やせよと。うん。装備を実装するペースについても考えるつもりですと言っていて、だから4月は出さなかったと。まあ、頻繁に登場させすぎてはいけません。まあ、まあ、言うて、まあ、じゃあ、で、5月出さないかって言ったら、まあ、ちょっとわかんないですけど、俺はまあ、もう出していいんじゃないかなって、思うんですよね。鉱石ちゃんとしっかりとね、うん、稼ぎやすくしているし、来月ちょっとでっかいイベントやってきそうな感じなんで、ワンチャン出すんじゃないかなって思ってるんですよね。で、さらにね、まだちょっと、公式の Q&A、がね、まあ、ちょっと続いて、続けて
見ていこうと思います。まあ、変更があったとしても、常に見直しはね、必要で再変更する可能性もあるでしょうって、はい、言ってます。まあ、常にもう皆さんのことを見ていると、皆さんは、はい、公式に監視されているということです。悪い言い方をするとね、みんなどんな風にどれぐらい育ってるのかなって、常にあなたたちは公式に、はい、見られてるんですよ。で、さらにね、なんかやっぱいいなって思ったのが、無課金の人でも、あの課金する人でも、しっかりとね、楽しめるべきだと考えているんですよ。ありがたい。で、さらにタイマーを設けなかった理由、あの研究とかさ、やっぱ工事って時間かかってるじゃないですか。装備だけね、タイマーがないんですよ。それなんでかっていうと、アップグレードの体験が楽しくなると思ったからタイマーを設けなかったです。これありがたいですね。これが研究とかだったら、マジだるかったと思います。はい。なんだけど、鉱石足りなかったよね。だから鉱石、俺たちもっとね、稼げるようにしていくぜっての言ってました。で、あとね、説明が、はい、足らなかったのもちゃんと、反省しているって言ってて、公式さんね、やっぱ、プレイヤーとのコミュニケーションが足りなかったって、ちゃんとやっぱね、反省しているんですよ。なので、こういった Q&A 動画とかもね、出すし、要望とかあったらね、もうどんどん、はい、言ってくれみたいな感じのこと言ってます。っていう、公式の、はい、動画の説明があったので、だからね、まあ、4月は出さがなかったんですよ。で、その代わり、はい、連続イベントとかね、俺ね、ちょっと、忙しくて全然できてなかったので、はい、失敗しちゃったんですけど、連続イベントだったりとか、あとは、もうね、さっきも言ったように、合戦メダルで鉱石ね、もらえるようにするっていう、風に言ってました。やっぱり実装された時、鉱石足りねえってね、みんな結構不満あったと思うんですけど、さっきも、はい、公式動画言ってたように、クルクラの公式って、ちゃんともっともらえるように改善していく、はい、いい運営だと僕は思ってるんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、終わっちゃったんですけど、クランゲーム、はい、ありましたね。実装当初、クランゲーム実装して、魔法アイテムもらえるようにしたんですけど、やっぱ、クランによっては全然達成できなくて、本もらえないよっていうとかね、要望多かったんですよ。多かったので、他のところでも、マジックアイテムね、たくさんもらえるようなシステムにしていきました。すごいっすよね。はい。リーグメダルでももらえるし、あとは、こっちの行商人の方で、活性メダルでもらえるようにしたり、パスでもらえるようにしたりとかっていう、改善がね、やっぱありました。なので、まあ最近だったら、鉱石ね、活性メダルでもらえるようにしてるし、あとは、星ボーナスも、星4倍ボーナスの時に、鉱石倍にもらえるようにしたりとか、そういった改善があったので、これがどんどんね、もらいやすくしていくと思います。なので、これからもう、もらいやすくしていくって、もう改善していくってもう言ってるんで、もう、来月ぐらいには、もう、ね、こんなね、急に、期間限定障害物、急にポンって出したりとかしているので、なので、もう、鉱石稼ぎやすくしたよと。で、なので、で、来月ね、でっかいイベントね、やってくるとしましょう。で、その時に、まあ、ロイちゃんの新レア装備、やってくるんじゃねえかなって、個人的には思ってます。はい。なのでね、俺ね、やってくるんじゃねえかなと思って、もう、廃課金ガチね、高すぎるんで、鉱石めっちゃ貯めました。はい。イベントとかあとはお得なパックとかもあったんで、パープル鉱石ね、フルまで貯めました。はい。なので、ロイちゃんの新レア装備ね、出たらね、一気にレベルマックスにしてみた動画、はい、出すと思いますんで、皆さん、見たい方はぜひともチャンネル登録、はい、そして通知の方、オンにして楽しみに待っていてください。ペースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってある、クランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで、今回はですね、急に期間限定障害物が、はい、やってきたんで、もう来月なんかでっかいイベントやってくるんじゃねと。で、その時にロイちゃんの心霊遊び出すんじゃねみたいな。そんなね、考察動画やっていきました。どうですかね、皆さんどう思いますかね。はい、ほんとどんなイベントがやってくるか気になりますよね。なんか大きいイベントやってきそうですよね。はい。ということで、このようにカカオ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラミンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。